よくぞ戻られた。さて、無事ゼシカも帰ってきたし、ゼシカはすっぱだかだね。まずはゼシカに装備を与えねば。魔法の方位。で、他は？頭なんだったっけ？銀の髪飾りだっけ？で、武器が、まずホワイトシールドだな。ドラゴンテイル。そして、あとどこだ？体。あそこか。アクセサリーか。命の指輪しかない。ククールがブレスレット取っちゃってんだな。とりあえずこんな感じでいいか。あとなんだっけ、なんか持たしてたよな。イカズチの杖か。してルーラ。チーム確認。アポロン、ダンキチ、ベホップ。うまくいってくれるといいんだけどな。ランク B、 700ゴールド。カモン、レッツゴー。あ、敵も強そう。やってまいりました、ランク B のバトルロード。チームガッツ、ドラゴンソウルズ。なんか色がやばいな。実力的にはほぼ合格か。とにかくバイキルトだ、バイキルト。全部ドラゴンってついてる。アポロンにバイキルト。ベホッパーずっと防御してろ、普段は。よし、ナイス回避。よし、ナイス回避。二回行動。何？二回行動でそれは卑怯だぞ。やばいやばい、そろそろベホマを。まだ倒れないのか。よし、とりあえず一匹。メラゾーマだと。おお、食らう食らう。もうベホマ、早めのベホマでいいのよ。ちょ、メラゾーマとかやりすぎじゃねえかお前。食らう食らう。おいおいおい、ベホマベホマ。2回行動とか卑怯すぎだぜ。誰に？よし、ナイス。まだ死なんか。この何発メラゾーマ撃てんだよ。自分にベホマだぞ、分かってるな。ふう、もう終わんだ。おっしゃ、危ねえ。
てかいい加減にバイキルトって痛恨受けすぎだろお前は。お前で1回戦でこんなにもベホマ使わされちゃってる。どうもありえねえだろお前。あーもうほんとバカだなうちのモンスター。それに比べて敵は羨ましいわ。とっととバイキルトかけろよ。なんでこんなにこっちのメンバーはアホなんだよ。きついな。2回戦。強いな。早めに早めに。ベホマもういい、もうベホマしとけ。よし、痛恨出しすぎ。もうベホマ使えねえんじゃねえの。ほらもう2じゃんか。もう役立たずだ。てかなんでバイキルト1回も使わねえんだよ。敵の攻撃図は痛恨出まくるし。ダメだ、バカすぎる。敵が強いっていうかもうこっちがバカなんだもんな。よし、これで終わるだろう。もう早くバイキルトをかけろよ。もう耐えれないな。はい、痛恨超食らう。終わったかな。ダメだ、団吉がアホすぎる。うわ勝てる気しねえ。なんでバイキルトしねえんだよ。はい、死亡。まあしょうがないね。爆弾は倒した。早くバイキルトかけろ。バイキルト、アポロンにバイキルト。お前じゃねえよ。ストーンマンやべえ。もう2発ぐらいか。倒した。いけるか。痛恨、耐えた。アポロンだぞ。アポロン、アポロン殴れ。いった、アポロン。よし、バカだ。お前ら2人叩きゃ勝てんだろ。ほんとバカだよなこいつ。アポロン頼むぞ。アポロン、お前が殴れば勝てる。いった、劇的な勝利。いやー厳しい戦いだった。
お見事でしたね。ザンマト。あんな条件を出した以上、ボイはすぐにランク B を制すると分かっていたぞ。約束通り、飛び切りのお祝いをしよう。もう一チーム。オッケー。自分で名前をつけよう。お前に任してみようか。シュウヤ、シュウヤ、来たぞ。もじもじく。よろしくないっすね。焼きもき、かき置き族、もうバカじゃねえの。はつらつ、かつれつ隊、ガンガン漫談隊、今さら甘辛族、たちまちはちまき隊。ふう。あ、一周した。自分でつけるよ。あれだね、あのチームガッツだから合わせるか。ね、もうキングビーダーズ。なぜビーダーマンなんだ。ビーダーマン関係ないけどねっていう。うん、いいよ。キングビーダーズだ。さすがに言えばこれじゃ勝てんだろう。とりあえず2チーム目を組もう。強さを見るチームキングビーダーズ。ってことはここはあれだ、ベホップいらねえな。別にこんなんいたって3ターンでやられねえだろこいつらって。だからベホップを、何基地もそもそもいらないんだよね。ユーボン、キングスライム、オークス、攻撃系で埋めたいね。ドランゴと、まあ攻撃型とこっちが。ユーボン、ベホップ、スライム系で揃えると何かあったはずなんだけど、スライム系がいねえ。まあ無事攻略できた。もう次戦っても勝てる気がしないっていう。いやー、700ゴールドが無駄にならなくて済んだぜ。ルーラ、ベルガラック、さあそろそろカジノで有名な街、まだ休業中か。敵取ったけどそろそろじゃねえの。ホーグ様とユッケ様の屋敷だ。だったら中に入るがいい。やってるの？
防衛志願？試練。断られてる。そんな守備力の低そうな鎧装備してっからだよ。コッケコー、コッケコー。おう、クマ。これはギャリングさんが素手で倒したというクマか。あなた方ならきっと気に入るだろう。おやおや、闇の遺跡であった旅人さんじゃないの。どっちかを任せる。おう、君たちは。はい。本当なのか。化け物か君たちは。一品負けたけどな。フォークとユッケなんだろう。可愛い方もしくはかっこいい方の味方をしようか。何よお兄ちゃんのバカバカ。なんかもみあげすげえな。拾われた子供なんだよって。ああ、どっちもちょっと痛いな。それとも何か。燃え尽きとは言いませんがって流骨の迷宮。怖くなんかねえよ。護衛士官の人かもしれないよ。お見苦しい、ほんと見苦しいわ。イベントが進む前にね、ちょっとアイテムの方を回収させてもらおうかな。強そうな人は大歓迎よ。説明してあげる。んいいよ。ちゃんと座らせてくれるなんて珍しい。ヤンダスが座ってる。なんだ、妹さんが誘ってるようにしか見えん。決着がつかない。早く。奥まで行って課長の印を手に刻んで帰ってくるんだ。護衛をつけていくんだい。珍しく意見があったわね。おお。言ってるよ。で、どっちを選ぶか。そら女の子の方だろって。いいよ。明日の朝。屋敷の部下たちを強引に連れて行こう。忘れていた。チリンチリン。あら、お呼びでしょうか。おんきせがましい。儲けもんでげすよ。少し気が引けるな。今度のことは内緒に。あ、おっさんいつの間に。はなかった。強い眠気に襲われてって、なんか眠り薬でも入れられてたんじゃないのか。大丈夫か。ですよね。なんだこのシーンは。幼馴染に起こされる朝か。絶対眠り薬入れられてるっぽいな。ゼシカだけちゃんと掛け布団を。あ、自分も掛けてた。明らかに一服盛られてんじゃねえのか。寝坊したんだし。やっぱね。あ、できるだけ急いでねって先に言ってるんだ。
行ってらっしゃいってか、どうやって行くの、竜骨の迷宮。知らねえんだけど。あらあら、すみません、どうかご内密に。切腹って、メイドに切腹させるか。いい趣味してんなあいつ。立場ってめんどくせえな。カジノはこれが終わってからだな。まあ竜骨の迷宮に向かわねばならんわけだが、その前にあそこちょっと久しぶりに行くか。よく来てくださいました。60枚、何くれる、星ルーデアだ。60枚だから68枚で奇跡の剣、あと8枚か、ちょっと遠い。星フルーデアをどうするかと。ヤンガスを超素早さアップ、ゼシカを超素早さアップ。ヤンガスが一番に攻撃できるようになってしまうぜ、これを装備すると。凄まじいな、50アップはでかいな。ヤンガスかな。これでハヤテのリングがいらなくなっちゃったな。